過去に公開テストを受けてたじゃないですか、はい、あれね見れるんですよ。だから出ております。持っております。請求の値上げ、開示請求じゃねえ、再発行っていうんですけど、2回受けてる、2回受けてるよ。あなた第307回2022年10月23日午後、第310回2022年12月18日午前受けてる。あ、それも詰まってみて、ダメですよ、履歴書にはちゃんと書かないと。本当どうと